由来ですよ。門山陽子のちょっと聞いて、ちょっと聞いてタイトルね、めっちゃ悩んだんですよ。で、家族、自分も悩んだし、その家族とかにも相談しながらいろいろ考えてたんですけど、私ね、日々の出来事とか、今日、例えばその宝塚の話ばっかりになっちゃうな。でも宝塚でこういう、ああいうシーンが良かったよとか、なんかこう、日々の出来事とかを結構報告したいタイプなんですよね。で、自分が思ったことを共有したいタイプで、なんか、友達とか家族とかに、普段私三重県出身で関西弁で喋ってるんですけど、なあなあちょっと聞いて、なあん時さあんなことがあってさ、もうちょっと聞いてよっていうところから、だいたい私の話って始まることが多いなと思って、なのでこのポッドキャストを聞いてくださってる皆さんは、こう私のお友達として、お友達として、なんかこう、私お友達としてこうカフェで喋ったりとか、なんかこう自分のねことを喋ったりとか、友達の話を聞いたりとか、なんかそういう気軽に友達と話す感覚でもうこう聞いてくださると嬉しいなと思って、このちょっと聞いてっていうのをタイトルにしました。はい、